ドラ焼きドラ焼き、ドラ焼き、ドラ焼き、ドラ焼きは、通常、やや膨らんだ、円盤状のカステラ風生地2枚に、あずきあんを挟み込んだ、防火食品、和菓子のことを指す。蜂蜜を入れて焼き上げることで、しっとりとしたカステラ生地にする。ドラ焼きの名は、一般に、形が打楽器のドラに似ることからついたという説が、有力である。しかし、 遺説として、次のようなものもある。いわく、武蔵坊弁慶が手傷を負った際、民家にて治療を受けた。そのお礼に小麦粉を水で溶いて、薄く伸ばしたものを熱したドラに引き、丸く焼いた生地であんこを包み、振る舞ったことが起源という。この他にも様々な遺説俗説があり、現在どれが正解かは一概に言えない状況にある。ただ、いずれの説にしても、ドラに関係しているものが、 多いようである。江戸時代のドラ焼きは、皮を一枚だけ持ち、端の部分を折りたたんだため四角く、片面の中央はあんこがむき出しであったという、現在の金ツバによく似たものと考えられる。今日本で売られているドラ焼きの生地は、西洋のホットケーキの強い影響を受けて、江戸時代以前のものからは、かけ離れている。このため、昭和20年代頃まで、 ドラ焼きとホットケーキは混同されがちであった。関西方面では、今日、ドラ焼きと呼ばれているものを、三笠、三笠焼き、三笠饅頭などと呼ぶことが多い。菓子の外見が、奈良県の三笠山に似た形であることに由来する名称で、古くから三笠にちなんだ名称が用いられてきたようである。奈良市の近鉄奈良駅近くの東向き商店街にある菓子店などでは、 通常のサイズのものの他に直径2 0トル弱の大きな三笠を降りている。市内の老舗和菓子店古月は毎年4月19日に林神社で行われるゅう祭りに直径が3 2トルと大きいサイズのさらに2倍、案外1 9キログラムも入った巨大な三笠を奉納している。しかし、大阪市の赤根丸本舗、 株式会社金丸の五式どら焼きをはじめ、関西でもどら焼きと呼んでいる地元商品もある。老舗菓子店、文明堂での商品名は三笠山。関西方面の三笠の呼び名は、これが起源とも。富山県などでは、明月という満月に例えたもので、月見の時は月見団子を使用。一般的に知られているものと違う形でどら焼きと、 称する例もあり、あんを生地2枚で挟むのではなく、生地を半分に折りたたんであんを挟む、形状は餃子に煮るものもある。京都市の当時の工房市の際、笹やいおりが販売するものは、棒状に伸ばしたこしあんに、バーム空ン状に小麦粉の生地を重ね焼くものである。基本的にあずきあん使われているが、栗、餅などが入っていることもある。代わり種として、 大分県由布院の名物でプリンを挟んだプリンドラなるものなどもある。1985年昭和60年に宮城県宮城郡理府町の加藤マロニエが生クリームと小豆餡をホイップして挟んだドラ焼きを生ドラと命名して販売開始した。現在は元祖なマドラとして販売。すると道町と隣接する塩釜市にある栄太郎も生ドラの販売を開始した。 栄太郎は様々な種類の生ドラを販売し、一躍、仙台メーカーの地位を得た。これ以降、日本各地で生ドラが生産されるようになり、小豆きあんの代わりに生クリームやカスタードクリーム、チョコレートクリームを入れたもの、あるいはジャム類やカットフルーツが入っているものも見られ、ワッフルを彷彿とさせる。新鮮さを保つために冷凍もしくは冷蔵で。 販売されていることもある。冷凍の場合は解凍して食べる。スポンジケーキ状に蒸し上げたドラ焼き型の生地に、小豆あにやカスタードクリームなどを挟んだ和菓子を蒸しドラと呼ぶ。生地には小麦粉の他に黒砂糖や抹茶、桜ペーストが使われることもある。正確にはドラ焼きではないが、生ドラと並びドラ焼きから派生した菓子として全国で生産されている。 漫画、アニメ、ドラえもん、藤子、海、富士大作の主人公である、猫型ロボット、ドラえもんの大好物としても知られる。作者の出身地の富山県では、身近な和菓子であり、お祝い事や、法事の際に、ドラ焼きを送る習慣がある、ちょうど葬式饅頭のような扱いである。タイアップ商品として、かつては、山崎製パンなどからドラえもんにちなんだドラ焼きが、 製造、販売され、現在では、文明堂より、ドラえもんの焼き印をつけた、ドラ焼き、ドラえもんドラや秋が毎年劇場版の時期の3月、前後と公式設定でのドラえもんの誕生月にあたる9月、前後に販売される。なお、ドラえもん作中では、ドラ焼き、ドラ焼き、ドラ焼きなどと表記される。2014年に放送開始された、米国版ドラえもんでは、 ドラ焼きは、ヤミー版ヤミー文という名称に変更される。海外版ウィキペディアに、ドラ焼きの記事があるなど一部のアニメフンには知られているものの、欧米では、一般的には、ドラ焼きは認知されておらず、子供向けであるための変更であり、意味としては、美味しいパンである。派生作品であるタイムトラベルものの、ドラえもんなぜなに探検隊では、12世紀の日本に、 タイムトラベルしたドラえもんが前期の弁慶がドラ焼きを発明する場面に遭遇するシーンがある。ドラ焼き伝説を終え、2009年12月31日放送の回でもドラ焼きの歴史について語られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。